2020ミスジャパンはミス岩手小川千奈さんです。おめでとうございます。ミスジャパン、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。心境を改めて教えてもらっていいですか？本当に今夢を見ている気持ちです。本当に驚きの気持ちでいっぱいですし、目の前にテレビでいつも拝見していた土屋さんがいらっしゃるのが本当にそれが夢みたいで嬉しいです。ありがとうございます。私はホスピタリティあふれるオピニオンリーダーを目指しております。そのプロセスとして、まず近い未来で私は看護師資格を持ったアナウンサーになることが夢です。このような状況だからこそ、専門知識を持った発信する方がいるといいのではないかと思い、そのような夢を抱き始めました。私は SDGs 活動の一環として子ども食堂の取材を行ったことがあります。そこで日本では未だに子どもの貧困であったり孤独な食事、孤食という問題があることが分かりました。私はまず日本を明るくするためには子どもたちの笑顔を作ることが一番だと考えております。モデルとか芸能界っていうのは興味はお持ちなんですか？私でよければ少しは興味がございます。たくさんリクルート来るんじゃないですか？恐れ多いです。本当になんかすごくご自身が伝えたいことがはっきりされているので、自分らしく学びを積み重ねて発信していただけたらなという思いだけです。こう一歩踏み出すっていう、その一歩がすごく大変だけれどもすごく大切なんだなって、その先にこう、踏み出さないとわからない世界があるし、なのでこれからも改めてこう挑戦し続けたいと思えるような一年でした。もともとその芸能界に入りたいっていう思いでこう挑戦したわけではなかったんですね。出てみてやってみたからこそ、こう自分自身がこう発信したいと思っている、こう改めて思ったこう日本文化、ずっと携わってきたので日本文化だったりとか、あと食や美容、こう健康っていうところにアプローチしたこうビジネスを何かできたらなと思いつつ、やっぱそれを発信するためにもこういい形でメディアとは携わっていけたらなというふうに考えております。試行錯誤です、本当にまだ。はい、なんか明確にこれやってみたいなっていう、本当に何でもいい、ざっくり何でもいいんですけど、そうですね、スポーツのリポーターであったりとか、あとやっぱりこう何か、番組名出すと難しいんですけど、世界不思議発見みたいな、ああいうなんかこう素晴らしいものを伝えるっていう、何か伝えるお仕事がしてみたいです。このようなチャンスをいただけたことに感謝をして、この1年ミスジャパンとして頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。僕自身も、もちろん会社の業種は違うんですけども、会社員から、ミスタージャパンになって1年間過ごさせていただいたということで、世界観がこれまでとガラリと変わると思います。ただ、このミスタージャパンの2020を取った時の、心境、周りの人への思い、そういったものは忘れずに、これからも進んでいってほしいなと思います。自分の信念、価値観、そういったものはぶれずに、固めていってほしいなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。私の夢はその多くの方に勇気を届けたいというところの第一歩を踏み出したと思っておりますので、これからも挑戦し続けますので、ぜひ温かく見守って応援していただけると嬉しいなと思います。ありがとうございました。